体育学部体育学科山口周平です。 RSK 山陽放送株式会社から内定をいただきました。 RSK 山陽放送は岡山香川にテレビやラジオを放送しております。私はもともとテレビやラジオ局に勤めたいという思いがありました。それは私が長年バスケットボールをしてきた中で何度も怪我をしてきて、その度にテレビやラジオ番組に支えられてきたからです。私は多くの人に勇気や感動、笑顔を与えたいという思いがあります。そこでこの4年間過ごした岡山の地でこれからも活躍したいと思い、 RSK 山陽放送を志望しました。就活は大学2年生の11月ぐらいから始めました。やはり学業と部活動の両立です。部活動という組織に属する中で、私はどういう存在であるべきか、どういうふうに組織に携わりたいかということを日々考え、活動することで将来像も見つけることができ、就活に生かすことができたと思っています。私はキャリアセンターは、例えばエントリーシートの書き方が分からなかったり、また面接の練習をしたいとき、相談に乗ってほしいときというときに、尋ねました。やはり競争が激しい業界ですので、やはりそこに勝ち残らなければならないというところで、やはり周りの人と差別化、自分には何ができるのか、他の人とどういうふうに違うのかということをアピールすることに苦戦しました。やっぱり他の人との大きな違いっていうのは、長年体育会活動、部活動を通してバスケットボールをしてきているっていう経験で話をして、例えば怪我をして手術をしてリハビリをしたとか、そこから何を学んだとかっていうのをアピールするようにしました。岡山にいる母親のような存在でしたね。やっぱりその自分の将来について本当に最初は全く知らない間柄でも、親身になって相談に乗ってくれたり、また向こうからメールが来て最近どうとか聞いてくれたりとか、あとエントリーシートも一言一句丁寧に見てくださり、また面接練習も本当に遅い時間まで付き合ってくださり、それが対面でもオンラインでもっていう本当にさまざまな状況でも、自分と向き合ってくれたので、ありがたい存在だと思ってます。大学卒業後もこの岡山の地で生活をするので、それまでの間に岡山や香川のさまざまな場所に出かけて、実際自分の目でさまざまな場所を見て経験してみたいと思っております。就職活動は企業にしろ、公務員にしろ、教員にしろ、本当にゴールが見えない長い戦いになると思います。ですが自分の志をしっかり持って、夢を追いかけていってほしいと思っております。